はい、皆さん、こんにちは。また、フリーです。今回の動画ではね、あと国試数のテュートリアルなんですけれども、まあ、今度はね、相変わらずワゴブさんの7508215なんですけれども、隣は、まあ、DIDOAI をもモジュールも指してて、で、西洋側はこの JTEC さんのサーボドライブになります。で、JTEC さんのサーボドライブは IO から制御するとか、あとはフィードバスから制御するもできるんですけれども、最初の1回目はね、ちょっと簡単にやりたいので、まずは IO から直接制御していこうかなと思っています。で、こっちの白ケーブルでは直接この IO ボードにつながっていって、この IO ボードはワゴの有力出力とつながっていくのイメージです。そしてここにはちょっと1個スイッチが、ちょっと緊急停止っぽいの配線、の役割として働いています。はい、じゃあ次はちょっと実際スライドで構成を説明していきたいと思います。はい、こちらは今回のテュートリアルのスライドになりますけれども、詳しく説明はしませんけど、もう一度言いましたが、今回のコミュニケーションになります。で、ワゴさんの750-8215で、コーチスから入って、それで JTEC のサーボモーターと、DIDO で、制御していこうと思っています。で、こちら今回の、ドライブ側、JTEC のドライブ側のマッピングですけれども、まずデジタルインプット。これは、サーボ側から見るので、いわゆるワーゴ側のデジタル出力になります。上から言うと、サーボオンとか、あとコマンドをトリガーする。で、コマンドトリガーするは、よっては、今私は PR モードを使っているので、レジェストポジションコマンドのセレクション02なので、例えば、レジェスター1を使うんだったら、B0 をオンすればいい。で、2だったら、B1 をオン。3だったら01をみたいな感じになります。これは全部自由マッピングしているので、私はデフォルトのマッピングにもちょっと変更をしました。これはちょっと自由自在なので、あんまり、必ずこれを同じようにする必要がありません。で、次はアラームリセットとモーターのイメージストップですね。で、次はデジタルアウトプット。これはいわゆるワゴさん側のデジタルインプットになります。例えばサーボのレーディの状態とか、ホンしたかどうか、あとサーボの1機目の、例えばサーボの、タスク、モーションタスクが完成したかどうか、サーボにはアラームがあるかどうか、ポジションに到達したかどうか、あと今スピードがゼロかどうか、この辺も全部自由自在に設定できるので、これも必ず同じ設定する必要がありません。このとりあえず、今回これはこっちのマッピングになります。で、ちょっと PR モードを説明していきますけれども、PR モードいわゆるね、ちょっと、GTEC さんの自分のサーボモーターの中のループを使って、モーション制御を行うというイメージですね。このように PR01234567891、そして99まであるかな、で押せてのレジスターがあってて、例えば今はポイントポイントするか、その低速で回るだけとか、あとは0番は絶対1決め、1番は相対1決めとか、あとは今のポジションをプラスとかを全部設定されていきます。なおかつスピードも全部こうやって、0から確か9かなを設定できますので、非常に面白いな、制御法じゃないかなと思って、あと DIDO だけだったらもうすごくあの定格で、1機目のアプリケーションとか、モーション制御のアプリケーションもできるんじゃないかなと思っています。で、データは実際にどこのポジションに行くという、設定値になります。はい、そしてコクシス側では今回は FPD を使用します。 FPD はファンクションブロックダイアグラム、ちょっとグラフィック的にのブルーム言語ですけれども、ラダーとはまたちょっと違って、こっちは確かにちょっと IC チップみたいな、あのアンドゲートとかオーバーゲートとか
みたいにプログラムするの形になりますね。まあ、マシュも FPD もコクシスでそんなに使ってないので、まあ、多分後のからのライブコーディングは少し詰まることもあるかもしれませんが、そういう時もどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあもう説明は以上になります。じゃあ早速コクシスのプログラムを始めましょう。じゃあ実際にちょっとコクシスからプログラムをしていきたいと思います。まあ今もちょっとプロジェクトをもう作った状態ですけれども、これは前回の1位とあまり変わってない状態で、まあ変わったのはちょっとこの辺のマッピングの変数を消したりとか、あとはこの辺のマッピングを全部消したというところくらいですね。で、これからはプログラムを組んでいきたいと思います。で、さっきの、スライドを見た通りに、今回は FPD でプログラムするので、まず FPD のプログラムをのポイを追加していきたいと思います。最初はアプリケーションで右クリック、ニューアイテムで、ですね、ポイを選んでいただいて、タイプはプログラム、ファンションブロック、ファンションがあるんですけれども、今回はまだでファン、あ、プログラムでいきたいと思います。で、POU の、ちょっと英語にしちゃってて、サーボにします。それで FPD のファンションブロックダイアグラムの方式のプルームも2個追加されました。で、実際プルームする前にいくつちょっと設定した方がいい、オプションがあるんですけれども、ツールでオプションを選んでいくと、FPD、LD&IEditor の方に、場合によってはちょっとショートネットコメントとか、ショートボックスアイコンとか、あとショートシンプルコメント、それによってネットワークのタイトルとかアイコン、コメントとか、各デバイス変数のコメントとかを表示することができます。まあ、これやった方がいいかなと思ってますね。例えばネットワークタイトルだったら、この辺の1列目がタイトル、例えば This Network Title にできます。で、次がコメントだったら2列目で Did this comment のように、こっちでちょっと拡大していくと、このようにコメントとタイトルを作ることができます。はい、じゃあ早速プログラムを作っていきましょう。で、最初はマッピングのスロットですけれども、今回 DIDO で制御してるので、まあ実際ね、フィードパスであれ、ランデムあれ、結局IO データを交換するだけなので、ここはあんまり変わらないかなと私思っています。で、スロット1はバイト、スロット2もバイト。これはバイトの2つのデータが追加されました。次は前回の同じステータスですね。ステータス1はブーで、スイッチのステータス2も US。これもブーになります。次は入力を追加します。iServo ready IEDY。 これはまあちょっと、DI モジュールから入ったのプロセスデータを1回とこのバッファーで移すというイメージですね。まあ直接使ってもいいんですけど、将来にマップを変更したらその辺全部やらなきゃいけないので、ちょっと1回バッファーに移した方がいいかないかなと私は思っています。次は iHome ですね。iHome complete。 これも boo ですね。ちょっと間違ったね。boo ですね。これも。次は3番目は IPR コマンド complete。これもブーですね。で、次は iServo alarm。これもブーです。それで iPosition reach。いわゆるポジションを到達しました。これもブーです。最後 iSpeed not zero。これもブーですね。はい。じゃあ、これは実際のこのマッピングは、さっきの KZ、このソフト、公用さんのソフトの中に、このマッピング方に同じに合わせるだけなので、まあ、実際のアプリケーションによってこの辺の変数も変わるかもしれません。まあ、なので、前も言ったんですけど、100%に同じにする必要がありません。次は出力のバッファーですけど、最初は Q サーブオン。これは Boo ですね。次は Q コマンドトリガー。これも、ですね、Boo ですね。で、今度は Q アラームリセット。こっち側は、こっち側もブーですね。じゃあ、QE ストップ、E ストップ。これもブーですね。じゃあ、Q コマンド PR ビット0、Q コマンド PR
PR、PR ビット1、Q コマンド、PR ビット2。これも全部ですね。最後はアラーム、E ストップが取り消されたときに光るランプですね。これもブーになります。はい。じゃあこれ終わったら、今度はライブ変数を追加します。スイッチランプ。まあ、これはバッファーですね。実際に Q に移すバッファーになりますけど、一部は。PR コマンド1、PR コマンド2、PR コマンド3。これもブーです。これもバッファーですね。もう一個の。次はアラーム。サーフォーから、サーフモーターからもらったアラームと、E ストップのアラームですね。で、次はシステムリセット。とサーボのスタートコマンドになります。こっちは内部変数として使われているの で次はまだあります。で、例えばリセットですね。あとはサーボオンね。はい、次は次コマンドのインジ、インジですね。SINT。で、なぜかというと、まあ、さっきも言ったんですけど、プログラムのレジスターから、どんな、サーブの中でどのプログラムを走るのかを選択できますので、実際はこの SINT に、実行したいプログラムを入れて、番号を入れて、それでビットにばらして、最後にアウトプット、まあ、出力するというイメージなので、で、コマンドの PR のバックアップもいいですね。いわゆる新しいコマンド来たら実行するみたいなイメージですね。じゃあ現在のさ、現在が最後で走ったのプログラム番号ですね。これも定義します。で、最後はちょっとタイマーを追加します。はい、じゃあこれは一般の変数をもう追加終わりました。この辺を小さくして、このようですね、変数が全部追加されました。で、これ一回消してスペースを詰めて、じゃあ一個変定数をもう追加していきたいと思います。まあ、ほんの always on、まあ、なくてもいいんですけど、何かあった時使うかもしれないので、これを入れておきます。で、もちろんこれは中なので、もう消費時はもう中になっている状態です。はい、じゃあ最初の変数は全部定義終わりました。で、定数定義終わって、変数の定義終わりましたら、次はプログラムを組みたいと思います。で、組み方は、まあ、基本はこのネットワークの以内でやるんですけれども、で、右クリックすると、インサートネットワーク、ビノーとすると、まあ、今ネットワークの下に追加する。インサートネットワークだ、今ネットワークの上に追加するイメージですね。なんで、まあ、今、下に1個追加しました。はい、じゃあ、例えば、これコマンド、コメントを入れて、インプツ。INPUTS ですね。で、これちょっとちっちゃくして、はい、こんな感じで。で、コメント、例えば、アサイオーデータトゥユーザープログラムになります。もうちょっと着しようか。はい、これくらいちょうどいいかな。はい、じゃあこんな感じで、次はブロックを追加します。で、右のツールボックスに FPD で使用できるライブラリ全部入っているので、ここからドロップすればブロックを追加することができます。例えば今回はエクスキュートブロックを追加するんですけれども、いわゆる FPD の中にST のプログラムを走るというイメージですね。なので、execute をドロップして、start here をドロップすると、このようにですね、追加されました。で、まあ、EN は、この EN が中になると、このブロックを実行するというようなイメージですね。なので、これ always on にします。で、次は ender st code here をクリックすると、まあ、ちょっと ST の編集画面が出てきて、これは実際に ST コードをかけます。じゃあ、書き上げましょう。サーブレディはスロット1の0番ですね。次は iHome Complete はスロット1の1ですね。次は IPR Command Complete はスロット1の2ですね。今度はアラームのサーブですね。はスロット1の3。で、次は i の
なんだっけ、 I のポジションのリッチはスロット1の4、次は I のスピードがの0、スロット1ドット5で、今度はスイッチ、ステータ1はスロット1ドット6、最後はスイッチのステータ2はスロット1の7番になります。このようですね。つまり これはこのソペ、あのサーボに合わせたマッピングをなります。はい、それで2個目は作りました。あのいわゆる全部のユーザープログラム、あのプロセスインプデータをユーザープログラムの変数にあのアサインすることができました。はい、じゃあ次はプログラム作りましょう。右クリックしてインサートネットワークビロー。じゃあもうコメントはもうつけないので、そのまま、アサイン変数を渡します。じゃあ例えばリセットのリセットを書きます。リセットはこのアサインメント入れると、まあ、ちょっとコイルとコンタクト、あの設定みたいな感じですね。なので例えばシステムリセットのボタンをクリックすると、コマンドリセットを取り出します。まあこれはそこの普通の A 設定でコイルみたいな、あまり難しくないプログラムですけれども、次は同じように追加していきましょう。今度は E ストップ、今度アラームを作りますけれども、で1個オーバープロックを追加していきます。こっちですね、こっちのオーバーをドロップしていくと、よいしょ、はい、このようにあのオーバーのブロックが追加されて、で最初はこのスイッチの2番目のステータスがオンではなかったらイーストップだと押されたと判断します。なのでこっちはちょっとあのロジック判定する必要があります。でこの足の方をキックして右クリックネケーションを押すと、あの今のロジックをあの反映するできますね。なので今日はこれノットという感じですね。ここはキックしてステイトです。ノットしたら何を言うかというと、もう一回アサイ入れて、アサイはこれですね、アサイメント入れて、これ何言うかというとアラーム E ストップになります。で O は何だか言うと、まあこれじゃあこれを自己放置したいので、これを AND を入れます。じゃあ AND 何かというと、自分が E ストップが入ってなおかつコマンドリセットが実行されてない、そういう時はこのアラーム E ストップはオンし続ける、もしアラーム出た場合はね。でもなので同じの操作でもう一個サーボのモーターのアラームが発生時にロジックを追加していきたいと思います。同じ O を追加してロジックを反転して、今度は I serve for alarm がオンしたら、ここアサイメントをドロップして、こっちはアラームのサーボですね。でアラーム取り替え終わったので、次は、自己保持を書きます。でアラームのサーボがオンして、なおかつコマンドリセットになってない、はこれで OK、まあ、これであとはアラーム E ストップで、こっちはアラーム、サーボですね。はい、これだけで OK です。はい、保存します。じゃあ次はスイッチのランプですね。いやアラーム、あいやこのアラーム、これだってアラームどっちがオンになったらスイッチのランプをつけるようにします。でまたもう一回ネットワークを追加していく、いってオーバーのブロックを追加させて、それでアラームのサーボか、アラームの E ストップどっちかがオンになると、アサイメントは
スイッチのランプですね。このように、これもちょっとちょっとコメント追加して、スイッチランプですね。はい。保存して、もう一個入れます。次のネットワークに。じゃあ、アラームを追加しましたので、じゃあ、サーボオンの、回路を作っていきます。サーボオンですね。で、まあ、念のためにね、もうちょっと下入れた方がね、わかりやすいですよ。ここで、よいしょ、よいしょ、OK、このようですね。で、サーボオンが何がというと、まずは1個オーバーゲートを入れますね。オーバーゲート。で、上はサーボオンのトリガー上限で、なので、アンドを追加します。アンドはまあ2と3あるんですけども、まず2を入れてみようかなと思っています。今は条件2つですけど、じゃあ、後でもし、あ、違うわ、やっぱり3つだったわ。それぞれ、アンドの方にクリックして、右クリックして、アペンドインプットすると、アンドのブロックの足が追加することができますので、これはあんまり心配しないでください。で、最初は、サーボのスタートですね。スタートしているときに、なおかつアラーム出ない。ですね、まあ普通な簡単なインターロックですけど、このようにちょっとまたローチック反転してアラームの e ストップとアラームのサーボですね。アラームの e ストップもなってない、サーボもなってないときはサーボ、それをサーボスタートは実行できるようにします。で、ここは私はパルスしたいので、パルス出力だけしたいので、ここを足踏みクリックして H ディテクションすると、このサーボスタートはもう立ち上げするだけ見るようになります。はい、じゃあ次はここで出力を追加します。オーはなんだろうな、オーはコマンドですね。これもコマンドサーボオンですね。サーボオンします。で、このサーボオンは次はもうずっとキープしなきゃいけないので、もう一回自己回路、自己放置の回路を追加します。コマンドがオンしているときに、なおかつ、アラーム出てないときですね。なので、またインプットの足を追加して、ロジックを反転して、それでコピペイすれば OK です。はい、そうすると、アラームの、サーボモーターのオンのコマンド追加のプログラムも完成しました。はい、次は、これを多分オンしたら、やっぱりちょっと多分1秒後とか、ちょっとリセットしたいので、コマンド。じゃあ、タイマーのプログラムも追加します。で、これをエクスキュート入れて、こっちも直接中でもいいので、中。はい、中で。で、次はなんかプログラムを書きます。で、さっきこのタイマーを2つ追加しますよね。で、TON1、IN は、サーボスタート。で、PTY はプリセットタイムは T のシャープ1秒でいいかなと思っています。それで、このタイマーがオンにしたら、サーボのスタートはフォースに戻ります。はい、これだけです。はい、じゃあこれ終わったので、次は、PR コマンドを、リセットをします。で、なぜかというと、今、PR コマンドは、実際このコマンドの数字によって、叩くのビットは違うので、なので、こっち、高揚さんのソフトを見ると、例えば1だったら、1番のボリュームだったらビット0、2番目のボリュームだったらビット1、3番目のボリュームだったらビット0と1のような感じなので、このコマンドは、ちゃんとリセットできるようにするのは非常に大事です。なので、最初はどうしましょう。最初、オーバーブロックを追加します。リセットの条件が複数があるので、最初1個目は、もし、アラームが出た場合は、絶対リセットしますね。もう今のポジション、もう今のアラームの場合は、もう今のプログラムも走れないと思っているので、まず、この多条件ですね、アラーム。で、次は、サーボモーターがレディしてない状態も言います。なので、I serve ready がノットしてる時になります。で、これだけじゃまだ足りないので、もう一個追加します。で、今度は、
ちょっともう一個ブロックを追加します。で次は LT を入れます。 LT は less than というのはこれより小さいということですけれども、これ何で比べるかというと、コマンドがコマンドの PR SINT が0より小さいだったらリセットします。小さいだったらもうそもそもこのコマンドは無効なのでリセットしないと変なプログラムを走ることになります。でこれで OK で、じゃあ今度はこれが出た結果は何をやるかというと、もう一個ブロックを追加します。この O で、いわゆるこれから O の結果が OK になったら次何をやるかというと、エンディボックスを入れて、次は move。あ、そう、すいません。eno はいるんですね。はい。で、eno を入れたら、このオーバーの論理が立ったら、move 命令を実行することになります。0と、このコマンドを0にリセットするようにします。そして、それだけは足りないので、もう一個のボックスを追加して move、 これもちろん0で、コマンドの PR、 コマンドのなんでコマンドの PR、 なんでこうなってんだ、コマンドの PR じゃなくて、あの現在の PR、 現在のね、はい、このようにすると、まあ、アラームが出たら今のコマンドをリセットするような形になります。で、こっちは、まあ、残念ながら多分ね、追加は複数は多分できないので、ちょっと、まあ、一個一個入れましょう。はい、じゃあ次は、何やるかというと、コマンドのリセットも終わって、次は、実際にコマンドを発行するときどうすればいいかというと、何かというと、例えば今このビットをセレクトして最後はこのコマンドトリガーをオンする必要があります。で今このコマンドトリガーをどうやってオンするかを作ります。で下のあのカラーネットワークで複数の条件のアンドで成立しないといけないのでアンドのブロックを入れます。アンドブロックは、こっちまで最初はもう一個のブロックを入れて、MD ボックス。まあ、こんな感じですね。で、NE を入れます。いわゆる、これではない。オクラ、比較ですね。で、何を比較かというと、これがコマンド0ではない。いわゆる、新しいコマンド発行された時に実行します。なおかつ、これをコピーして、MD ボックス、追加しましょうか。MD ボックスで、これも N2 にします。N2、N2。はい。なおかつ、現在のコマンドは、1個前のコマンドと違う。そういうときに、まあ、新しい、しかも今のいるのコマンドと違うのコマンドを発行されたときに、move を追加します。この辺で右クリックして、empty box、move。何を move かというと、今の最新のコマンドをバックアップに戻しに入れます。そうすると、コマンド、このコマンドも発行されたことだと分かったので、もう2回目は連続発行しなくなります。なおかつ、ここでもう一個ちょっと入れたいですよね。で、ここの辺で、この辺かな、この辺かな、右クリックして、インサートブランチするとこのような、まあ、もう一個このロジックが立てるときに複数の回路を走ることができます。で次はアサイメント入れます。アサイメント右クリックしてアサイメント、何をアサインすると旧コマンドのトリガーを入れます。でこのコマンドをちょっとセットしたいのでこれを辺で右クリックしてセット、すれば隣にちっちゃい S がついてますよね。これ今このロジックが整理するとこの旧コマンドトリガーがセットされるようにします。はい、次じゃあこのコマンドセットされるときにはもうコマンド発行この辺のどうかな、これがこの3つのビットをコマンド番号によって
発行できるので、じゃあこのポールも組みます。アサイをもう一個入れて、アサイ入れて、こっちは I serve ready、 レディが入っているときに、アンドブロックを追加します。これ保存して、empty box はどうやって入れるんだ、このようですね、この辺で、はい、このようにボックスを追加します。で、and コマンド pr sind.0 ですね。ビット0だったら pr コマンド1に移動します。で、ここでまたあのブランチを追加したいんですけど、これをですね、はい、で、これをまた MD ボックスを入れて、MD ボックスを入れて、違う、これじゃない、MD ボックスを入れて、また AND で、今度はビット0じゃなくてビット1ですね。で、こうするときに何をやるかというと、コマンド2です。じゃあまた同じような、この辺だよな、この辺でクリックして、もう一個ブレンジを追加して、このようにコピーして、これを3番目ですね、今が123、そうするとこれ012、そうするとまあガイドする、今の、 あの値にガイドするビットをそのまま振ることができます。で、これは OK です。で、次はまず現在のあのコマンド番号が実行 OK したら、もちろん保存したいですよね、最終に実行された番号は。今これフォルムを組みます。まあ念のためにちょっとどうでしょうか、もうちょっと、よいしょよいしょよいしょ、はい。で、MD ボックスを入れて、次はこちら move 命令ですね、 move 命令で、もし i position が reach、 いわゆる現在ポジションがあのモーションのタスクが実行成功したら、で、これをパウスしたいので、パウスで、そうするときにコマンドの pr sind を、いわゆる実行するコマンドをアチョ pr に移動します。はい、じゃあこれで OK ね。じゃあ最後はアウトプット、バッファーアウトプットをちょっと振り分けます。まあ、こうなったらもうあとはちょっと簡単な持ち方仕事なので、この辺でね、右クリックでインサートアサイメントで、まあ、サーボオンですね、サーボオンコマンド、コマンドサーボオンしたら Q のサーボオンにします。はい、じゃあこれをもうちょっとコピーして、はい、またインサートアサイメントして、今回はコマンドのリセットしたら、Q のアラームリセットにします。はい、じゃあ次はまたもう一個アサイメント入れて、次は PR のコマンド1だったら、Q の PR コマンド1、 Q の PR、 Q のコマンドか、 PR ビット0を中にします。で、こっちをもうコピーコピーで、こっちは2だったら、まあもちろんビット1ですね。で、次は3番目だったら、こっちは2ですね、これ OK。で、今度は E ストップですね。もうちょっと追加しようか。これをそのままコピーして、よいしょ。OK。E ストップですね。アラームの E ストップが切ったら、そのままドライブの E ストップに取り替えします。もちろん、さっきも言ったんだけど、もしアラーム出たら、ちょっとあのスイッチのランプもつきたいので、
ランプします、ランプオンします。はい、で次はもう一個のブロックを追加するんですけど、こっち側ですね、右クリックしてインサ SQL ブロックで、こっちはまあ中でいいかなと思ってます。で何が違うかというと、コマンド、このコマンドね、さっきセットしたんですよね。これセットしたらやっぱ1秒ぐらいキープしたらとちょっとリセットするようなイメージです。例えば TON、 もう一個追加しましたよね。IN は Q コマンドトリガーで、PT は T シャープ1セグになります。そして T2 の Q が ON になったら Q のコマンドトリガーは FALSE になります。はい、これだけです。あれ、なん、ああそうか、間違った。これをもう一回消して、もう一回やり直します。ここですね。SD コード。そこですね。はい。で、if t u2 の q だったら、なんだっけ、q コマンドトリガーをリセットをします。はい。で、これを always on にかけます。まあ、中でもいいですね。普通の。これ OK。で、最後は、この辺のバッファー、Q バッファーをスロットの入力に、まあ、マッピングにちょっと出力します。最後、もう一個の MD ボックスを、あるか、もう追加しなくてもいいですね。もう一個の XQ ボックスを追加します。このあたりかな。XQ ボックス。で、こっちはもう中で、まあ、中でも Always On の、自分定義したの Always On でもいいので、で、この残りはもうそのままですね。2の0は、Q サーブオン、スロット2の1は Q コマンドビットコマンドトリガー、スロット2の2は Q のコマンドビット0ですね。2の3は Q コマンド1、スロット2の4は Q コマンドビット2ですね。012、はい、次は2の5ですね。スロット2の5は、SOLT2 で5は Q のアラームリセット、じゃあスロット2の6は Q の E ストップになります。あれ、あ、また間違った。そうですね、多分ね、これ何回間違っちゃったんですね。私ももう一回やり直しますね。ここで中に入れて、ここですね、ちゃんとここ入れないと、別の入れたったらさっき見ましたみたいにこの辺クリックしちゃったらもうダメなので、じゃあもう一回やってみましょうか。 Q ストップ2の0は、Q サーブオンで、スロット2の1は Q のコマンドトリガーだとか、で、これを1回見てみて、あ、ちゃんと入ってましたね。じゃあ、これもう1回入れ直します。で、スロット2の2は、Q コマンドビット0。で、スロット2の3は、Q コマンドのビット1。スロット2の4は、Q のコマンドビット2ですね。で、次は、アラームが、2の5は、Q、アラームリセット。でスロット2の6は Q の E ストップ、 Q E ストップになります。はい、これで OK、 これ全部 OK ね。でプログも作り終わりましたので、マッピングを行います。でさっき の、 スロット1にマッピングをします。スロット1、はい、で次はこっちはスロット2、はい、OK。で、この状態でロックインかけます。あ、そうだ、まだだ、まだですね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、まだもう一個忘れたところもありましたので、このプログをコールしないで、呼び出さなきゃいけないですね。で、PLC プログの中に、POU サーボ。これをコールします。これ OK です。
じゃあもう一回チェックして、これ OK、 これ OK ね、これも OK、 インプットも OK、 アウトプットも OK。 はい、でそうね、スロット1もう一回確認します。 OK、 はい、入れたね。はい、じゃあこの状態は大丈夫です。で次はデバイスクリックしてスキャンドして、はい、これありましたね。でログインかけて、はい、今はフォームダウンロードしました。じゃあ次はプレイボタンを押して、今フォームも走ってますね。開くとまあ、ね、注意になって、まあ、ステータス、今サーボアラームがちょっと入っている状態かな。で一回リセットかけましょうか。システムリセットをして、もう一回リセットで、今またアラームがついてるんだけど、なぜかというとサーボのアラームが今入っていますね。じゃあちょっと見てみましょうか。今どういう状態かな、今大丈夫か。サーボアラーム、アイサーボアラームがフォースになって、今がこれをコマンドして、これもダメか。はい、なんでダメかというと、なんでだろう、もうちょっと見よう、これとこれ、ああそうだ、これがゲートを反転したんですね。ちょっと待ってくださいね。これがサーボ、これもう一回反転、はい、普通戻って、はい、で今は実際にもう一回リセットをかけてみると、こっちね、システムリセット OK で、今アラームが入ってないですね。でこっち見たらもう一個の抜けたところもありまして、今追加します。 2.6、2.7、多分そうですね、2.7 が多分残したんですね。 2.7 はやっぱ合ってるかな。 1.69 ストップ、あ、合ってますね。はい、合ってます。はい、この状態でもう一回ダウンロードして、じゃあ今 OK になりました。じゃあ実際にちょっと動作をチェックしていきましょう。はい、じゃあ最初はサーボオンをかけたいと思います。これですね、サーボオン、これをかけます。今 E ストップ、あれなんで E ストップ入ってるんだろう、ちょっと待ってくださいね。で E ストップ入ってるんだったらちょっと見てくださいね。これがオンになってないね。なんでだろう、なぜかというと、まずはこれ一回戻って、多分こっちやな、 2.7 はスイッチ Q のスイッチアラーム、はい、スイッチランプですね。まずこれ1個つで、そうするとそうですね、今はもう一回アラームを、あの、カメラ見るとこっちがもうつけるようになりましたね。今アラームがついているので、でこのアラームを解消したいんですけど、じゃあリストップがリリースしましたので、もう一回コマンドでリセット、はい、そうすると今はアラームも来てない状態になってます。はい、こっちも消えましたね。はい、じゃあサーボも、サーボだ、もう一回オンしてみます。サーボオンはこれですね。はい、はい、今サーボオンになりました。でこちらソフトが確認するともうサーボオンになってて、サーボオンの信号が入ってきて、今サーボオンの状態になっています。じゃあ今度はちょっとコマンドを入れてみたいと思っています。まあ最初は例えばこれを3番を入れます。でそうすると、まあ実際回ったのでちょっとカメラを映しながら
見に行こうかなと思っています。こっちはこんなようにして、コクティスのプロジェクト1ここですね。はい、じゃあ今ポジション3なので、これをあれなんでこうなってんの、これでいいかな。こんな状態で、はい、こんな状態で、こんな状態で、はい、こんな状態でいきます。何かというと、これを今ポジション3ですね、というかポジションを4を、あのプロン番号4を入れて、はい、それとまた4が漏れました、いきました。2になったら、これを1回変更して、で E のポジションが、まあ、E の、 あのタスク、プロン の、 あの番号2のタスクが実行終わったら、今ちゃんと2になったんですね。じゃあ例えば5番とか、はい、これも同じようにいきます。じゃあすごく簡単なフォロームですけど、いろいろ申し訳なくて、私も、FPT はねそんなに習ってないので、あのフォロームするときは実際いろいろ間違えるところもあるかもしれないんですけれども、一応コクティスのワーゴワーゴさんのコクティスのコントローラーを使って、あの DID を制御で、JTEC さんのサーモーターを動かすことができました。じゃあ今回のチュートリアルは以上になります。また今度で、さよなら。